はい、じゃあやっていきましょう。これが終わったら闇の神殿と光の神殿、あと2つなんだけど、多分そこからも壮絶なねレベル上げが始まると思うんだ。またビークイン道場にお世話ならきが激震ドラゴンポケモン。闇の神殿、罠の設置やワープゾーンからうまく正解を探しながらサーナイトを3匹キャプチャしよう。これさ、正解が固定なのかな。固定だったらいいんだけど、違うとまためんどくさいんですよね。で9分半、結構時間はあるんですけども、やっぱり時間足りなくなりました。というかサーナイトがキャプチャしづらいんですわ。でこれは一番初め行った時はね、左上行ったらね正解だったんだけど、あ、よかった、ここ合ってるっぽい。これ宝箱が置いてあるところはね、どうやら違うっぽいんですよ。で90秒、ブー。でここに3箇所あるから、ここの3箇所を回ります。確かこれはほとんど回復だった気がします。キリリアも戦わない方がいい。で初めにやった時はここの左上が正解だったんですけど、どうでしょうか。正解ですね、工程っぽいな。でここでスピードアップとパワーアップだったっけ、ガードアップかが置いてあって、サーナイトがいます。工程だとやりやすいぞ。でこれは確かね、もう1回ぐらい消えんだ。でその後に出てきたところでこいつ置いてあげると、これうまく、おいいねいいね、あ最後の方当たったか。でこれはあんまノロノロ関係ないんだけど、こいつ消えんだよね、こうやってその間に回復されちゃうから。でもう大丈夫か、2回ぐらいやる。この後ね、もう1回ぐらいすぐ移動するかしなかった、いつも移動するのにな。うほっ、で1回ぐらいギリギリ囲めるから、あかんな、ま、こっち見てるな。結構ね、サーナイトのキャプチャーに時間かかっちゃうんですよね。うわー、おし、オッケーオッケー、いったいった。他はね、なんかちょっと全部違うマップに飛ばされて時間食っちゃうだけなんで、ちょっとお見せしないで普通に行きましょう。でここは終わった。で次どっちでもヤードランだ。初めて見るぞ。で違うポケモンがいるな。ここは上だったかな。一番初めにやった時は上だった。オッケー。固定っぽいっすね。であのタイムプラスを取って行きましょう。でここか。スイッチがいっぱいあって、正しいやつを踏むといい。左下と上かな。これでここのスイッチとここの怒っているサーナイトが出たことになります。よかった、とりあえず固定だ。でしっかり見極めてから、くそ、初めに当たっちゃったか。あれが結構来ると、これが来てくれるといいんだけどね、正面以外は当たんないから。うほ、でもいいや、ある程度ゴリゴリやっちゃっていいや。で回復してるかどうかも続けてか。続けて打ってくるとこうやって移動するのか。よし、オッケーオッケーオッケー。結構ね、雪目の子さんも残るからね、フィールドに。でもやっぱノロノロのあるなしが全然、まあサネとあんま関係ないんだけど、グライオンとかね随分関係あった。あ、でもサネとここで来ましたね。よし、オッケー、いいんじゃない。余計なことしないか、時間がだいぶ余ってるぞ。でまた戻って最後は左。ヤード早い早い早い、クロバット。でここは下のはず。 OK。 であそこの先にね、クロバットがいるんですよね。ドンカラスだ。
回るか。ドンカラスだったっけ。踏まなくように注意して、あれクロバットだった気がするけどちょっと変わってんのかな。 OK。 はい、でここは確かね、サーナイトがワープしながら移動するから、それをなんか法則があるのかわかんないけど、よし、 OK、 追っかけていきましょう。よし、でこの後にしっかり、なんかあれだね、開幕これ多いな。それ以外はね結構1とかでシャドウボみたいなの飛ばしてくるけど、ある程度こいつ固定なのかな。でそうするとこの後は動いてくると、で消えて、で消えて、よし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 、もう後半はねいかに早くぐるぐるできるかだからと思います。私は序盤はねポケアシストが相手の HP 低いからさ使えるけど、後半はね相手の HP 高いから怒り状態を解除するときぐらいにしか、あとはそれ以外の能力、あのヘロヘロだったり混乱だったりノロノロだったり、そこら辺をねうまく使いたいと思ってる。そしてただ7分50秒、だいぶ余ってるぞ。こんだけ余ればいけるっしょ。どれぐらいだったんだっけな、やった時多分5分ぐらいだったかな。で時間切れになったんだけど、こんだけあればいけるんじゃねえか、さすがに7分半。よし頑張るぞ。さあここで相手はボーマソダさん、本来だったら氷が4倍のはずなんですけどね、タイプは1つしか持ってないからドラゴンだけです。でねこいつとね雪目の子さんの相性が悪い、だから多分こいつはね雪の王だったらすげえ楽なんですよ。今雪の王のある人ないんだけど、こいつ1でさこうやってね炎吐いてくるから結構これがメインなんですよ。だからこの辺の時にやっぱ狙うのがいいみたい。竜の怒りなのかな。でちょっと離しておいてあげるとあれですよね、その後の地震を食らおう。あぶね、受けた。である程度するとね今度ね狙ってくるんですよ、時期狙いになってくるから。やばい、よかったよかった、運がいい。そっからねちょっとね急に当てにくくなるんですよ。うん、これぐらいだと当たんないんだね。うふわ、当たれ、手が早い。雪目の子さん確かに5分半ぐらい、 5分じゃない、それは長すぎ、5秒半ぐらいで回復してくれるから早くていいんですよね。でそろそろ怒るかな、怒ってから出してあげたい。うん、当たんないね。でほら時期狙いに変わったんで、せめて最悪一回ノロノロになってくれれば頑張ってゴリゴリ削れるとは思うんだよね。ここで前回は時間がなくなっちゃったので、出してから、いいねいいねいいね、思ったよりも減らなかったな。いいねも回復してる。
当たんないね。よし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 、いいねいいね。184.2、これ10回囲んでようやく140ですからね。いっか、くそ近く起きすぎた。なんかどうしても当てたくなるとさ、近くに置いちゃうんですよね。ただこの後さ、多分パターン変わるじゃないですか、きっと起こった後。それがまだ未知数。うわー、くらっちゃった。いいね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 。稼いだ稼いだ。ふぅ。たまに硬直すんな。運よく当たってくれればいいけどな、当たんなかったか。あいつがずれちゃうとね。2分ぐらいは残して、いいねいいね、謎の硬直。これのあれかな、2とかやる前に硬直すんのかな。硬直待つか、これの時はどうせね。うわ、しなかった。じゃあ行け、よし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 。であとこれか、はい、かかる。ああ、あともうちょっとだったな。今硬直したよね。やっぱ2の前だと硬直するのかな。さっきのさ、大文字みたいなやつは硬直しなかったんだけど、あと1分ぐらいでいけるかな。3はダメだから、その後の2、ここだ。違かったな。あ、今硬直ちょっとしたのにさ、当たんなかったよね。今あと3分の1、48。これ意外と早くさ、ペペペペペペペってなるからさ、ビビるんだけど、意外と体力見るとまだそうでもなかったりするんですよね。くそ、よし、とりあえず戻った。とりあえず2分残して戻すことには成功した。あとぐるぐる、こっからこいつパターン変わんなければ押し切れると思うんだよね。パターン変わってないね。多分そろそろ復活してるから細工、そう、ノロノロが当たればあと5回ぐらいは攻撃食らえるから、ふう、あとは焦らずいくぞ。うわ、じゃあとまだか。よし、これはいけるな。あぶねえ、惜しかった。やった、越したぞ。次回闇の神殿か。でもこれ次ね、またレベル5にするのに時間かかるから、また時間かかっちゃうかな。就活中は無理かな。11月か。475、うーん、 C ランクですからね。ああ、よかった、一安心。疲れた。そこで起き上がるパターン、俺としたことが。貴様ぞに負けなんて、この彼必ず返す、覚えていろ。こいつあれか、初めから操られてなかったやつね。貴様ら一体何をしている。奴らはすでに闇の神殿に攻め入っているというではないか。ですがエロン様、どうかお聞きくださいませ。ミツァロウというものは何か見たこともない道具をぐるぐると。意味のわからないことを言い訳にするな。こうなったら私から直接叩き潰す。
ふふふ、単純なやつよ。ミサロとやらのせいで神殿の長たちはすでに我に帰った。そして4人もの長たちをエウロンが愛することは黄金の鎧兜と身につけていたとしてもおそらく無理だろう。エウロンはよく働いてくれたがもはや必要な人間だ。獣の力が詰まったこの王さえあればこの世界は私のもの。私の長年の夢、それは巨大な要塞をさらに浮かべこの世界を支配すること。地上を攻撃するのに都合がよく、そして地上から攻撃されることがない。要塞を浮かべるためにこのオーブが必要だったのだ。車がいっぱい通っていく、まあ、どっかで聞いたことありますね、見たことありますね、そのあれを。あ、通った。ふふふ、新しいミッションが追加されました。あ、先にあれか、エイロンと戦うのか。サーグが最後なのかな。じゃあとりあえず覗いて帰ってきましょうか。闇に浮かぶ光の道、暗い空間に浮かぶ見えない床、不敵に笑うゲンガを探し出し5匹キャプチャして進もう。まあここはね、またね、すっげえ通るな。ここの道って人あんまいないはずなんだけどな。すげえ、そういう時に限って通るんですよね。はい、でまたちょっと時間がね空いてしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします。ではご視聴いただきましてありがとうございました。次回以降もよろしくお願いいたします。さよなら。